今回は、一口馬主の話題から。2024年度、募集場にリストアップされたら、激アツな23年さんを、現役一口会員が勝手に紹介します。なお、注意点はこちら。これから挙げる一歳馬は、あくまで予想となります。一頭目は、グランアレグリアの23、エピファネイア3区のボバ。募集クラブ予想、サンデー TC。母は現役時代、G1 6勝。本馬が初子となるため、注目度は高い。二頭目は、クロノジェネシスの23。こちらもエピファネイア3区ボバ。募集クラブ予想、サンデー TC。母は現役時代、G1 4勝。こちらも初子のため、注目度は高い。3頭目は、ヤンキーローズの23、コントレイル3区牝馬。募集クラブ予想、サンデー TC。母は現役時代、海外 G1 勝利。半紙にリバテアイランド。そして、本馬はコントレイルの初年度3区。と、注目度は桁違い。4頭目は、サザンスターズの23、エピファネイア3区牝馬。募集クラブ予想、謝大 TC。半紙にスターズオンアース。スタセリタ一族。5頭目は、アーモンドアイの23、モーリス3区ボバ。募集クラブ予想、シルク HC。母は現役時代、G1 9勝。2番子となる。ちなみにアーモンドアイの22は、2.4 億円で募集されたため、本馬の募集価格にも注目したい。6頭目は、シャトーブランシュの23、北サンブラック3区牝馬。募集クラブ予想、シルク HC。前傾に、イクイノックス。と、話題性抜群。7頭目は、マルシュロレーヌの23、ドレフォン3区牝馬。募集クラブ予想、キャロットクラブ。母は現役時代、ブリーダーズカップディスタフ優勝。本馬は初子のため、注目度は高い。8頭目は、ラーゴブルーの23、ドレフォン3区ボバ。募集クラブ予想、東京 TC。本馬は、セレクト23に上場され、税込み7700万円で落札されている。母は現役時代、マリーンカップ勝利。9頭目は、ルシェルドールの23、ベンバトル3区牝馬。募集クラブ予想、ラフィアン。半紙ニコラソンビート。10頭目は、コスモチェイロの23、エピファネイア3区牝馬。募集クラブ予想、ウエン。半紙ニ、ウエンマリリン。11頭目は、ルパンセカンドの23、キズナ3区牝馬。募集クラブ予想、ターファイトクラブ。半径に、ファントムシーフ。12頭目は、シーブの23、コントレイル3区ボバ。募集クラブ予想、バヌーシー。本馬は、ミックスセール23に上場され、税込み8140万円で落札されている。半紙は海外 G1 馬。コントレイル初年度3区で注目度は高い。果たして、各クラブでどんな23年産一歳馬がリストアップされるのか、今から楽しみですね。以上、一口馬主の話題から、2024年度募集場にリストアップされたら、激アツな23年産の紹介、でした。